いろんなところメーカーを回ってみたんですよ。でもちろんね、百貨店のそういうメーカーもいいんですけど、こういうね、新しいプチプラコスメの新しいこう商品ってどんな傾向にあるんかなって結構ね見てきたわけですね。でそんな中でちょっとこう可愛いでしょう、これね、はい、こういう色味が結構ちょっとこう恋愛色っていうんですか、こういう色味がね結構流行ってるというか数が多かったですね。でそういう部分もちょっとし調べてきたんです。で、あ、いいなと、タッチした時にすごくいい感じで発色するなということで、こういうのも選びました。これがまず一つのご紹介がヒーミーというね、ヒーミーというブランドです。はい、これヒーミーというのはどこのブランドかっていうと、実は台湾なんですね。で台湾のコスメ僕は初めて買いましたけど、意外といいなということでヒーミーというコスメを買いました。でこれね結構可愛いんですよね。パッとこうピピッとこう中にねこれぐらいの大きさなので、すごくこの軽いし持ち運びもできるんじゃないかなということで、この今のレンガ色のものと、それからグリーンですね。グリーンもなかなかグリーンの色をですね使いにくいんです皆さんね。ところがこの色はね結構誰にも合うと思います。それからでこういうコスメもね、これ韓国コスメですけども、結構僕今回このレンガ色をたくさん使ったんですよ。でこういうのを使う時っていうのは必ずこう手に取ってですね、手に取ってこういうところへ入れてみてください。でこう光らしていく感じ、あ、ごめんなさい、見にくいなこれ、慣れてないんでこのカメラどう映していくか、こういうしてもう一回いきますね。手に取ってこれだけでもわかるかな、はい、結構光ってる、わかりますかね。そしてこう入れていきます。逆やこうか。でこの光の加減をですねこうやって見ていくんですよ。その時にこうあまりにもこのざらつく感覚っていうかな、こういう光のこのギラギラ光る粒子がこう粗いものっていうのはちょっとあまりおすすめしないので、やっぱりつけてみてですね、細かい粒子でしっとりとしてるような感覚のもの、こういうのをアイカラーとして選んでいくと、まあ、ステージなんかでもステージ映えするということで、まあ、僕はいくつかこういうのを選びました。はい、これがエチュードのピーチジュエリーという、なんかこういうのがありました。こういうセットね、はい、こういうのを選んでみました。はい、だからまあ意外とですねコンパクトに収まるので、ね、でこういうの3つあるだけでですね意外と使い勝手がいいんです。はい、で持ち運びとかで、ね、やっぱりメイク道具をせなあかんときに、あんまりこうやって大きいものいっぱい僕は持ってるんですけど、大きいものってざっとこう大きかったらですね、それはそれでいいんですけど、メイクボックスは入りにくいんですね。はい、でそういう部分では、まあ、持ち運びするときはこういう小さなパレットも持ったらいいかなと思います。で、ファミリーマートなんかに行くと、このソポーというね、これもね2種類出てるんですよ。でこれもなかなか面白いんで、一回またねこれも調べてみてください。こういう色をこれですね、使い方も結構あるんですけど、こういうピンクを意外と目の下なんかに入れる、下ですよ、上じゃなくて下に入れるとワンポイントで、非常に可愛くなります。ポップな印象にもなるし、おしゃれな印象になります。レンガ色ね、赤っぽいけどおしゃれに、ブラウンではない、こういう色が出るんです。でこれをですね、まあアイメイクの陰影影に入れるっていうね、そういうのも結構綺麗な発色できます。はい、こんな感じですね。百貨店のねコスメはもちろん良質なものが多いし、まあ4000とかってするようなねアイカラーパレットあると思うんですね。さすがあの百貨店悪いって言うんじゃないですよ、それもいいんですけど、結構値段が高いといくつも遊べない。でそういう時は、まあ、例えばケイト、誰でも知ってるケイトとかね、こういうのあります。こういうちっちゃいやつでもいいんですよ。でまずこういう発色をたくさんいろいろ試していく、そしてある程度使えるものを使っていく、こうしてでどっちがいいかなとかいうふうにしてこう比較するっていうのは大事になります。でこれもそうですね、これはね、イニスフリーというね、これもね韓国コスメ、多分知ってると思う、はい、イニスフリーというね、これも韓国のコスメで、こういう色味があった。でこういう色味、はい、結構綺麗です。一回ちょっとね騙されたつもりでいいんで、こういうちょっとレンガっぽい色のこういうのを一回買ってみてですね、
かりますか、はい、これを今まで使ってるアイカラーにちょっと取り入れてみてください。で、40代以降の方は、あまり上にですね二重の幅にこう暗い色を入れていくとちょっとこう疲れた感じになる場合ありますんで、そういう場合こういうちょっと赤っぽい色を目の下3分の1から2ぐらいまで、この目の下ですね、下の方に入れていきます。この部分、ここにここですね。で、あまりここのこの目尻の上あたりにこう目を上上げよう上げようとして、入れすぎるとですね、ちょっとなんか古臭いイメージになりますんで、この目の下ですね、ここです。そしてここは水平ぐらいに入れていくっていう、このテクニックをこういう色でやってみてください。はい、これこういうおすすめの色です。 BB の002番って書いてますね。はい、これイニスフリー BB の002番、これ結構持っとったらいいと思いますよ、この色ね。はい、やっぱりステージなんかではやっぱりつけまつげをするとかエクステをするとか、それからまあ何ていうかな、目をとにかく大きくしたいからつけまつげ二重にするとかっていろんなやっぱりコンテストメイクってあるんですけど、僕はねある程度ねもう常に言ってるんですよ。もう自分のね とにかく自分のまつげを育てることを日頃やっといてくださいって。そしてある程度のまつげの量が増えていったらやっぱりしっかりとですねこういう下地をつけていけばある程度の量は増えるんですね。で増えるのでまずは日頃のお手入れとしてはまつげの育毛剤的なものをしっかりと塗って自分の毛を増やして、それからつけるテクニックになりますが、誰でも知ってるメイベリンですね。このメイベリンの2種類のタイプを僕はつけ分けをしました。でつける前に、下地っていうのをね、こういう下地っていうのをちょっと持って、これねマスカラベース、はい、エチュセっていうね、でこういうマスカラベースをしっかり仕込んどくことで自分のまつげの癖とか、それから落ちやすいまつげでもちょっと多少こうキープできるんですね。このこういう下地をまず入れて、それから僕は2種類でね、あのもちろんステージメイクでしたので、このメイベリンのこちら側はロングなタイプで、こちらはボリュームのタイプっていうふうにあるんですよ。でその、お客様のまつげの状態に合わせてまずこれからいくんですけど、ロングで毛に長さを出して、それからちょっとボリュームを出す。でただこれ結構ねよくつくので、つけばつけるほど毛先にダマになりやすいので気をつけてください。毛先にあまり量がつくとですね、これとつけまつげみたいな感じでちょっとこうなんていうかな、目元が 黒くなってしまう、目元が黒くなればなるほどどちらかというと人工的に見えて目が小さく見える傾向になるんですよ。それからまあ、表情的に言うと、あのまつげをやっぱりこうたくさんつけてる人はパチッと綺麗につけてる、部分的につけるのはいいんですけど、まつげだけに頼って、やってるステージなんかで見てるモデルさんを見てるとね、変にね目元だけがね黒く見えるから表情が影って見える。これが逆にかえって言うと明るさとか笑顔が半減するんですよ。だからメイクって強調すればいいっていうものでなくって、やっぱりそこはね引き算も考えて、そのお客様の目元の印象、 よく言うんですけど白目と黒目の比率って あって白目と黒目と白目っていうあるでしょ、ね、それが1対2対1ぐらいがいいわけですよね。でそれをですね黒くアイラインで塗るとかマスカラばっかりつけるとか、要は、つけまつげばっかりつけるとかアイラインいっぱい引くとかってなってくると黒の比率が増えるんですね。そうすると目元がどんどん陰るし、それから引き締まるということは収縮色なんで、キュッとこう奥に入った感じになります。それが陰るというイメージになるんで、そこはちょっと気をつけてですねやってもらえたらと思います。はい、はい、後ろ通りました。そろそろ営業時間でございましょうか。はい、そろそろお客様いらっしゃいます。はい、はい、美容室そろそろお客様来られるんで、まあ、こんな感じでね今日は、外でやってみました。はい、ということでまたねお会いしましょう。それでは良い日曜日を。ありがとうございます。